こんにちは、 ABS プロスタッフの徳江和恵です。今回はトラック車最新作ヒートラバーのレポートをお送りいたします。トラック車でウィットパフォーマンス領域のボール、それがキネティックとヒートです。キネティックはシャトルコアというナンバーシリーズの4と5の領域を担っていた実績のある代表的なコアテクノロジーです。ヒートは TRI コアで長い間ヒートを中心にこの領域をカバーしています。この2つのボールは各々その時代にそれぞれの役目を果たすように作り上げられますが、アスメトリックとシンメトリック、やや先の動きのシャープさを求めるシャトルコアか、丸みを帯びた柔らかく切れる TRI コアで、ドリルレイアウトを含め選択される方も多いようです。今回のヒートラバーはミッドパフォーマンスでは初めて QR7 パークフィックレスポンスの7を採用いたしました。スキッドの長さを出しつつもピンヒットまでしっかりとエネルギーを蓄積できるスペックで仕上がってきています。なんといっても歴代ヒートの決まり文句は予測可能な一貫した安定した軌道でしょう。柔らかく切れるイメージであったり、ややシャープさが加わったりは今までのヒートシリーズで表現されてきましたが、やはりコントロールしやすいリアクションは中盤から後半本当に役に立ちます。特に後半はすでにラインが出ている場合、オーバーリアクションをせず安定した軌道は積極的な攻めとラインの広さを感じさせてくれます。この旨味を知っているボーラーはこのようなボールをバックに入れておくことが多く、数個のレパートリーのうち必ず持参する棒の一つになっているでしょう。今回のヒートラバーは QR7 パールカバーになったことで DR6 ハイブリッドのウルトラヒートよりもやや食いつきの速さは感じます。でもヒートのイメージそのものとは全く影響がなく、後半というイメージよりも中盤から使いやすくなった印象は強いです。7の強さでもスキッドからのレスポンスはパール素材そのもの、メリハリを感じつつも安定した軌道は相変わらずヒートそのものです。ヒートシリーズ初の QR7 パールの素材で作られたミディアムの後半からやや多目的になって仕上げられました。ゲームメイクのしやすさや競技ボーラーはバックに入れておくべきでしょう。ぜひ皆様このトラック車最新作ヒートラバーお試しください。